日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スターバックスの、なんだっけな、メジャーな、とにかく一番シンプルなコーヒーを飲みたいと思います。と言っても今回はこちら、コーヒー豆から作るやつですね。あれ、コーヒー豆のままじゃ飲めなくない？そう、その通りなんです。なので今回試しに買ってみました。こちらアイリス大山のコーヒーミル、もうほんと初めて使うのでうまくいくかどうか分かりませんが、ぜひ飲んでみたいと思います。ではちょっと計量していきますね。ちょっと角度的に見えないと思いますけど、ほんと手元が見えないと怖いので、もう後でちょっとずつ見せていきますね。はい、こんな風に入ります。で、これで蓋を閉めて、あれ、どうやって、どこでどうやるんだ、ほんと、すげえぎこちなく、て、で、ちょっと待っててくださいね。これでちょっと今電源挿したので、これでこの音、うーんっていうの、ちょっと怪我すると危ないので一旦電源抜きますね。はい、中身できました。あとはこれを使って入れていきます。コーヒーメーカーを以前紹介したはい、ペーパードリップのやつを使いますね。それではしばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、入れ終わりました。早速飲んでいきたいと思います。色は結構濃いめですね。では、初めてコーヒー豆で飲んでみた。味はいかがかしら。苦い、酸っぱい、それとも、どうでしょうね。なんか確かに苦い部分もありますし、ちょっと爽やかな部分もありますが、そこまでどちらも強くはないです。だからよく言えば万人向け、悪く言うとどっちつかずというようなコーヒーですね。まあ、もちろん単にお湯の量が多かっただけとか、そういった部分もあるかもしれませんが、まあいろんなのコーヒーを飲んできてみましたが、豆から引くとまた違った味わいが出るかなと思ってましたが、それは今回だけでは何とも言えませんね。また別のコーヒー豆でも試してみたいと思います。具体的な感想はこの後すぐ。ごちそうさまでした。味は結構シンプルで、苦味も酸味もそれほど強くなく、あっさりとして飲みやすいコーヒーでしたね。何にでも合う反面、何かに尖ってる方がいいという場合は少し物足りなく感じるかもしれません。この辺はお好みかな。というわけで今回飲んだこちらのスターバックス、なんだっけ、ミディアムブレンドでしたっけな、は4点とさせていただきます。まあ可もなく不可もなくですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。